からしょうがないですけど、まあでも地元旭川で生まれ育ったじゃないですか、はい、改めてこの地元旭川、はい、寒いですか？寒いですね、本当にこんなに寒いと思わなかったですね。やっぱり住んでる時はそれほど感じなかったもん。いや、僕あの高校に通ってる時に、はい、前朝冬はのバスで行ってたんですけども、はい、マイナス15度ぐらいの時、うん、その時は制服で上